ターなんだけどとかね、うんうん、外見だけしか言わないのかみたいなね、うんうん、女性といえばあるかもね、うん、男女関係なく使えるかなって思います。その通り、そんな感じで終わった感じかな。ちょっと私待ってよ、注意する。じゃあその間に僕は読みながら喋って、そうね、で、あ、ごめんなさい、はい、で今のがその劣等感にどう触れないかの話だったじゃないですか。はい、そうですね。で、完璧な彼じゃなくてこうダメな彼を受け入れるっていうところをちょっと博士にも少し、あ、そうね、付け加えていただきたいんですが、そうね、あの、はい、これもよく話してることなんだけですけど、はい、サバイバルスキルとコアがあってレッド感を追い隠してる、はい、なんだろうな対外的な自分なんですよ。つまり、例えば、まあ、コスプレで言うならばすごく綺麗にこう見せながらも実際何らかのレッド感を持ってるけど、まあ、見せるときにはすごく綺麗に見せるわけじゃないですか。でも家に帰ってダラーンとしたりとか、うん、まあ、化粧もせずにそうなんていうかな、ボサボサ頭にしたくなることもあるわけですよ、うん、でそこを受け入れてくれる人こそが、うん、結構重要なパートナーだったりするわけなんですよね、うん、男性もそうで、褒められたいし、認められたい、うん、でも一方で、俺ダメだっていうところも受け入れてほしいですよ。だから、まあ、ここに書いてあるけど、例えば、ね、いつも完璧な彼が寝坊してデートに遅れたら、うん、そういうところが人間らしくて好きとか、うん、自分もそうだから安心できるというように、うん、ダメな彼も受け入れることが実はその彼を引き込むコツなんですよね、うん、大抵その、まあ、多くの相談において彼ってすごいんですよ。その好きになった相手ね、うん、彼はすごいですと、うん、まあ、それはいろんなことがすごいっていう書いてある。見た目がかっこいいもあるかもしれないし、うん、なんだっけな、まあまあ、うん、彼はモテますか、モテますと、なぜならば、いろいろ書いてファッションのセンスとかとか、うん、そこって彼は気にして頑張ってるところだったりするんだけど、うん、そうじゃない俺も受け入れてくれる人に心を開くんですよね、うんうん、だからコアと、あ、まとめるかもしれないけど、まあ、僕がまとめちゃうと、うん、サバイバルスキルのコアと劣等感、これもセットで動いてますと、はい、でもこれ対外的に自分を守ってる、うん、殻の殻なんですよ、うん、うん、と をうまく利用して褒めるっていうのと、あるいは触れないっていうのと、もう一つは、ダメな自分も受け入れる、うん、ということで心をつかめるっていうことですね。うん、この3点セットをか、必ずやれば、うん、そう、片思いの彼も、うん、両思いに、そうね、持っていけるかもしれない。そうです。しかもそれが察する能力が低かったら簡単にコロッと転がる。お、うん、だからそれ怖いんですけどね、転がりすぎちゃうから、ね、あ、そうですね、うん、じゃあこれをぜひ皆さんも、はい、そう、分かんなかったら聞いてくださいね、はい、言ってることが抽象すぎて分かんないとかね、うん、例えば、まあ、でも結構具体例ね、そうそう、博士出してくださったんで、そうですね、なんか結構その一流企業に勤めててとかありそうじゃないですか、合コン、合コンとか、うん、確かに、お医者さんとかね、ありそう、ありそう、あの SNS ではよく書かれてるね、あのゼミの会でしたっけ、はい、なんかそのお医者さんの人とか、はい、その一流企業の人と合コンしてとか、うんうん、ありましたっけ、なんかありましたね、あった、うんうん、まあ、皆さん婚活してるということなんで、そう、はい、そうですね、よし次行こう、はい、じゃあ次が、時事ネタでよろしいですか。時事ネタね、時事ネタ1個長いけど、まあまあ大体のことが分かればいいんだけど、時事ネタから、はい、を恋愛に、絡めて切るみたいな、そうですね、今回時事ネタ1つだけですか。ね、実は2つあって、あ、そうか、そうそう、1つ目は、はい、まあ、これは4月1日なんですけど、はい、あけぼのと相原優、相原優って知ってます？私これ分かんない、知らないですよね、あ、知らないんだ、あけぼのも知らない、 あけぼのは知ってます、相原優って知らない、相原優は男、女の人、女の人で、相原優っていうのはあの、ね、すごい可愛らしかったんですよね、昭和、うん、あの、生かすバンド天国っていう番組があって、イカ天って呼ばれてたんですけど、もうな40代以上の人は、あ、45歳43歳以上ぐらいの人は、はい、ああ、それすらあったと、青春時代の一つですよ、番組でね、 あの例えばもうそれもバンドもなかなか聞かなくなっちゃったかもしれないけど、なんだっけ、あの沖縄のバンドで、はい、なんか会いたくてとか言ってるバンド知りません、あの、ビギンとか知りません、知らないよね。あとタマっていう、今日人類が初めて木星に着いた的な人。あ、なんかその歌わかる。いや、そうそう、あんまり歌うとあれだから、あれだけど、あとなんだっけ、いろんなバンドがそこから出たんですよ。あ、
その番組の中から誕生した。素人がこう相原優とその司会者三宅裕司が「はい三宅裕司です」みたいな感じで言って。あ、三宅裕司分かります。分かる。で、相原優が次のバンドの紹介だいとか言ってスキップしながら後ろ下がっていくと、バンドが出てきてこうやってこう演奏して、そうするとこれなんかバイオリンとかいないかもしれないけど、そうするとこうピッ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 とか評価して、でそれでめちゃくちゃ売れたりしたんですよ。でそれ でこの相原優がブレイクしたんですよ。超可愛らしい子で、あ、そうなんです、ね、それとあけぼのが、うん、あ、まあ僕もこの恋愛相談あまりよく知らなかったんだけど、はい、盛り上がってたんですよね、まあ、結婚する元横綱の格闘家のあけぼの太郎と、はい、相原優が、はい、もう結婚だと。で相原優はもう超売れっ子タレントですよ、うんうん、なんだけど、うん、結婚が控えていたのでどんどんこう仕事をしなくなって、まあ、辞めていって結婚に備えてたんですよね、うん、そしたら急に、あけぼのが結婚できないって言って、まあ、そんなこと言ったらもう芸能界じゃなくて、あのなんていうかマスコミ界は喜んでこうなんていうかな、話題にしちゃうわけですよね、うん、でそれがこの、婚約破棄騒動ですね。へえ。で、まあ、これ僕はかいつまんで読んでいくと、はい、なんだっけ、あ、そうそう、で1993年に、うんうん、大相撲特別番組の共演で出会い交際に発展、結婚は秒読みと言われていた。ところが秋物さんが1997年の5月場所で2年ぶりの優勝を果たした後、インタビューで、うん、彼女かっこ相原さんに、うん、本当にかわいそうだと思ってるけど、かわいそうだけど結婚できないと、結婚しないことを語ったと、うん、ちょっと待って、このニュースは何からかって言って、うん、J キャストニュースの4月1日バージョンですね、うん、はい、そう、これってよくでもありますよね。で、このインタビューが面白くて、で最近あ、つけて寒かったですか、はい、なんだっけ、そうそう、はい、で、これは一方的に一部の人の間では、はい、多分盛り上がってたんでしょうね、うん、で番組が、まあ、こういう番組好きな人がいるんですよね、作っちゃう TBS 系番組、うん、今夜が秋、ザ・因縁、これからもやるのかな、まあいいや、うん、実にそのだから、そうで、スポーツ紙は1996年12月に破局していたと報じた、うん、ここから相原さんはあけぼのさんに対する批判を断ることに展開しだした、うん、つまりあけぼのひどいって言っちゃったんですね。これよくありますよね、でも普通の恋愛でも、うん、男性と女性が結婚しそうになってたと、うん、実際にはこのあけぼのっていう、まあ、横綱だからすごい強い人ですよ、うん、あけぼのが、あけぼのさんがなんていうかな、本当は結婚する気なかったみたいな、でも女の子が盛り上がっちゃった、うん、でなんか適当に答えていたら、本当に結婚に追い込まれそうになっちゃったんで、うん、できないってことを急にこう公に語り出し逃げたみたいなことってよくありますよね、うん、そしたらその相原優なる女性の方が批判を断ることに展開しだした、うん、この後終わりですよね。でその内容は、その相原さんの言いたい内容っていうのは、うん、あけぼのさんから別れようと言われたことはなく、うん、代理人から結婚はもうないと言われた、だから直接じゃなくて友達から言われたんだってことですよね、うん、というものから、あけぼのさんに二股をかけられていた、うん、性生活の暴露といったものまで様々だった、そういう批判をいっぱいしたんでしょうね、うん、でそのザ・因縁で、20年ぶりぐらいにあれは何だったのかっていうのを解き明かすっていう、これどっかで僕も見たかったんですけどね、うんうん、あけぼのは破局の原因は自分にもあり、一生公言はしないつもりでいた、だからあけぼのに絶対原因があったんですよ、うん、自分にもありってことは結構自分にもあったんで、つうか、まあ自分にあったんですよ、うん、でも結婚って本当にそういうふうに自分に原因があっても逃げちゃうものなんですよね、うん、でこの何だろう、相原優が本当に結婚したいんだったらそこは責めちゃダメだったんだよなっていう、うん、で、相原さんがテレビでなどで語ると、つまりそのあけぼのの悪口を言うと、うん、子供から、あけぼのの子供から、あけぼのは別の女の人と結婚したんだよね、うん、この人誰と何度も聞かれ、家族の中に不穏な空気が流れ、過去を責められ続けてきた、世間には最低なひどいところ、相撲界にふさわしくないと批判する人もいる、うん、となんか語ったと、うん、まだ恨みつらみですよね、うん、でまあまあ話はどんどん進んでいって、ここですよ、相原優が、女の子の相原優が、はい、なぜ面と向かって別れを告げてくれなかったのと責め続けた、うん、これも相談にもよくありますよ、うん、秋元さんは顔を震わせ、目を大きく見開いて、怒りをこらえきれない様子だった、うん、俺は別れたつもりだよと、よくあるんですよこれ、うん、分かりますかね、まあ、最後の方行くと、何度も話し合ってもうまく伝わらないし、相原さんに別れるという認識がなく、言ったのに認識してくれないと、
まあ、ちゃんと言えなくて雰囲気を察しろよだったかもしれないけどね、このままでは拉致が開かないと一方的にも見える別れ方をした、まあよくある相談で言えば音信不通ですよね、うんうん、で最後一つ言うと、別れた理由は、なんで俺が相撲が取れない時に、うん、明け物って横綱になったんだけど、最近も横綱になった人がいましたけど、横綱になったらもう超プレッシャーなんですよ、うん、もう絶対負けちゃダメなんですよ、うん、でも負け続けちゃったんですよ。で最近一回だけ優勝したんだけど、その時相原優が、うん、あついに結婚だと思ったんだけど、いや待て待てと、まだ一回しか勝てないだろうと、優勝してないだろうと思って、まあなんで俺は相撲取れない時に結婚ばかり迫ってきて、うん、なんで励ましてくれない、とりあえず結婚は置いといて頑張りましょうって、なんで言えなかった、うん、そこで気持ちが切れた、まあ、これはどこまで本当か分からないけどそれなんですよね、うん、まあそんな風な、これも本当に典型的な、僕に相原優が相談していれば、うん、なんとかできたのにみたいな、うん、まあ、20年前は僕もよく分からなかったけど、そういうのは、うん、どうですかこれ。あ、すごいなんか典型例だな、うん、典型的ですよね、うん、思いますね、うん、だからやっぱこういうのも知っていれば回避できるし、うん、そう、あの、なんだろう、あけぼのはね、別の人と結婚しなくて相原優に戻ってきたと思うんだよな、うん、はい、そんな感じですね。これは面白かった、面白い、興味深かった。次行きましょうか。はい、まあ、分かりやすい、あの、まあ、結構その恋愛に立ってタレントさんとかから学ぶこと多いですよね、うんうん、多いね。だからそう、相原優は責めちゃいけなくて、うん、まあ、辛い時には支えてあげる存在にならないと、うん、その人と一生過ごしたいとは思えないですよね。だ本当にあけぼのは仕事で追い詰められていたんでしょうね、うん、まあ、それで他の人に逃げたかもしれないけど、うんうん、それも含めて逃げたところで追い詰めたら余計逃げるっていうね、別れをこう迫られて、そうそう、すぐにあれでしたっけ、なんか受け入れて、そうね、受け入れる、あけぼのが無理って言ったら、まあ、それは一回置いとくしかない、もう最悪の事態に なっちゃうんですよね、そうしないとね。はい、まあ勉強になりますこれはね、うん、はい、では次の記事ネタに参ります。これは私が読んでいます、はい、障害未婚率について、はい、今日、昨日ですね、4月の5日、はい、8時25分配信の朝日新聞デジタルからの、はい、時事ネタになります、うん、障害未婚率が男性 23%、 女性が 14% と過去最高ということで、うん、これで僕思ったのが、はい、あの未婚率って低いなって思いません？だって 23% ってことは、うん、まあ、それ50歳までで一度結婚したことがない人だから、うん、まあ、そのままお飲みにはできないんだけど、50歳までで一度も結婚したことがない、そうそう、人なんだけど、それでももっと高いと思いきや 77% は結婚していて、うんうんうん、はい、女性だったらもう 86% 結婚してるってことですよね。そうですね、うん、なんかこれ私も思ったんですけど、うん、今50歳の人ですよね。そうですね、その通り。これもっとガンガン上がってきますよね。あ、これからどんどん未婚率上がってきますね、うんうん、なんでかっていうと、うん、私の周りもなんだろうな、結婚しなさそうな子多いし、うん、そのまま行きそうな感じだったりとか、うん、年上年下関係なく、でもまだあの周りの人って若いですもんね。まあまあ、そのまだ全然大丈夫な人ばっかりですけど、多分その子供を産むとかは、そうそうそう、だから、うん、そうね、まあ結婚する年齢が上がってきたのは確かですよね。あ、でもそう、私より年下で結婚した子は1人か2人ぐらいしかいないかもしれない。そうですね、うん、特に東京とかだったらね、そうですね、結構遅くなるもんね。友達がその20代前半で結婚するのが1回波できて、うん、で中間で僕そのガンガン上がっていくっていうものに対してそうですよって言ったけど、もしかしたら頭打ちになるかも。あ、なんか、まあ悲惨な先輩たちを見て、こうはなりたくないっていう揺れ戻しがありそうだし、あ、なるほど、社会的にも気を使うし、今女性総活躍とかいろいろ言っていて、うん、なんか気を使う気がするの、政府がね。だから頭打ちになるかもしれないけどね。それもそうですね、うん、なんかその印象なんですけど、うん、私の先輩くらいの人たちがすごい婚活に苦労してる人が多い。どれぐらいの年齢ですか？35とか？なんか具体的な年齢はおおよそ聞けないから、聞けないけど、まあまあいくつなんだろうみたいな人とかいるじゃないですか。じゃあ36から40くらい。いや、そこまでいかないけど、34、5くらいの、うん、
お姉さん的な人が、それは苦労するわ、なんかすごい苦労してるんですよ。しますします、うん、で見た目もいいし、うん、であと40ぐらいの人も一人知り合いでいるんですよ、はい、見た目良くてですっごい女神みたいに優しいんですよ。ああそうなんだ。でも私大好きなんですけど、はい、なんで結婚してないのかなと思って、むしろしないんだ、できないじゃん、多分しないんだと思う。しないんだ。だからこの障害未婚率はなんかこうしない人が増えるのかなとかちょっと、うん、したくないってことね、あえてわざわざしたくないの。いやなんか私からしたらその女性って、うん、そのそれこそキャメロン・ディアスみたいな感じなんですよ。キャメロン・ディアス、ミコリさんの、ミコリさんみたいにもうなんか何でもできちゃうみたいな、なんか美人でスタイルよくて優しくて可愛くてみたいな、はい、うん、なんで結婚しないんですかねって思うけど聞けないじゃないですか、うん、でまあでもしたくない人だと思うんだ。理由はない、まあ、表面的には。まあでもこの調査見ると、うん、どっかに書いてあったけど、結婚したいかどうかっていうのはインタビューしてるんだよね、うん、どこだったかな、ありますよね、 あった、いずれはこの同研究所が昨年9月に公表した出生動向基本調査、うん、この研究所っていうのは国の研究所だよね、はい、うん、によると、ちょっと待ってね、そうだよね、国立社会保障人口問題研究所っていう国の研究所だと思うんだけど、独立行政法人か知らないけど、うん、いずれは結婚したいと考える18歳から34歳の未婚者の割合は男性が 85.7% で、うん、女性は 89.3% だったということから、うん、ほぼみんな結婚したいと思ってるんですよ、いつかはね、うん、でその先輩は残りの例えば 11% だったのか、うん、それともその40歳の先輩は、うん、いつかは結婚したいけど今じゃないと思ってるのほほんタイプなのか。でも40ですよ、ね、いやでもね、本当にのほほんとしてる人はなんだ、今じゃないけどいつか結婚したいと思っちゃってるんですよ。なんか40歳ぐらいなのに子供を産むのはもうちょっと考えたいとか言っちゃってるんですよ、いや本当にマジでこれは。でそれはね、あの僕の大好きな番組である、はい、クローズアップ現代にやってたんですけど、フランスがそれを気にして、10年ぐらい前か5年ぐらい前に、うん、もう10年ぐらい前かなに、教科書とか なんかいろんなものに女性が子供を産める限界の年齢っていうのを出してたんですよ。それから急に、未婚率が減り、うん、子供が増えたらしい、うん、そして、フランスでは前も言ったかもしれないけど、フランスでは、うん、40歳以上には、なんだろう、不妊治療に国がお金を払わなくしたんですよ。でそれはその上の人たちはかわいそうだけど、うん、そうしないといつまでだっても私不妊治療で できて子供が作れるからって言ってドフホンと後ろ回しにしちゃうからだって国が考えたんでしょうね、うんうん、でそれで効果があったって言ってましたね。なるほど。その先輩は、うん、まあ本当にその 11% の別に結婚したくないっていう、うん、まあそれはそれでいいと思うんですよ、うん、別に結婚したくしなくてもどっちも幸福なんで考え感じ方では、うん、でも一方のほほんとしてる人だとしたらやばいなっていう、うん、まあでも見た目のいい女性ほどこうね、うん、いつも需要があるんで、あるね、のほほんとしちゃうのか、しちゃう、そう、しかもそれが僕は本にも書いたけど、うん、そのアプローチしてきてる男性は絶対変わってるんですよ。ああ、でもそう、ストーカーなんかされたとか言ってましたもん。そうね、そうそう、うん、あ、なんだろう、昔は結婚したいっていう男性もいたけど、うん、今その40歳にアプローチしてくる男性のほとんどは、うん、結婚なんか考えてなくて、あ、遊びたいとか、うん、まあ、エッチしたいとか、まあ、確かにそうですね、うん、でそう言っておきながら もう一つ言っちゃうと、はい、結婚相談所の知り合いの一人いるんですよね、はい、まあ、名前ここで言わない方がいい、たまに言った方がいい場合と言わない方がいい場合があって、まあ、言わない方がいい場合だと思うんだけど、はい、その人が言ってたのが、はい、結局綺麗だったら何歳でも結婚できちゃうって言ってました、うん、それはでも思う。そうそう、だからその方法としてる人も子供も産めなくなっちゃうかもしれないけど、うんうん、結婚はできちゃうんだよなっていう。いやね、私なんかその人の宣伝ばっかりしちゃうけど、うん、なんかすっごい綺麗なんですよ、うん、あ、じゃあできちゃう。もうね、なんかすごい、うん、もう見てるだけで足とか長くて、でしかも手入れしてるんですよ、お手入れで、しかもなんかじゃあ神からいただいたものだけじゃなくて自分も努力してるんですね。そう、うん、でなんかすっごい優しいんですよ、みんなに。そうか。でなんか例えばもうなんかノリもちょっと、うん、もうキャメロン・ディアス的な感じで、キャメロン・ディアス、ね、博士みたいな、なんかそういう、そんなキャメロン・ディアスじゃないですか、なんかそういうノリなんですよ、まあ、いい、なんかそういうとか爽やか、メリーに首ったけっておっしゃってたじゃないですか。メリーに首ったけね、ああいうなんか小悪魔チックな、わかるわかる、そういう天真爛漫で、そう、
積極的でさらっとしてるみたいな。そう、そう憧れで、なんでその男性が奪ってかないのかな。男性のアプローチもすごそうな気がするよね。そう、ストーカーされたりとかするし。そうか、ストーカーじゃなくこうなんかすごくきちんとした男性が、うん、あらゆるテクニックを駆使して落とすみたいなことしないのかな。まあいいか、ね、うん、すいません、そんな人。いやいや、そうそう、でもそういう人いるの事実だなと思うんですよね。そうね、だから障害未婚率は増えている。まあでも、うん、そうね、人口は減っていく。まあしょうがないんだよね。しょうがないっていうか、まあいいっちゃいいんだよね。うん、ただのほほんとしてる人はさっきのフランスがやったみたいな、気づかせると急に結婚を急ぐっていうね、うん、あのあれですよ、あのうーんとね、パーキンソンの法則って知ってます？知らないですよね。まあ、これもよく言ってるけど、人って締め切りが近づくから、それパワフルにした方がいいと思う。今ついてなかった。あ、そうそう、僕もね、うん、ピピッととかいいんじゃない。今つきました。ついた、よし、はい。パーキンソンの法則というのは、人って締め切りが見えないと頑張らないっていうね、締め切り直前まで仕事をしないっていうのと、うんうん、人は予算が何かの予算があるとすると、はい、そのギリギリまで使うっていうっていうのがあるんですよ。まあみんなそうじゃないですか。なんか締め切り日の前日から急に頑張り始めるみたいな。だからまさにその人のね、そのちゃんと計画的に生きたい人は締め切りが見えないとずっと先延ばしにしちゃうんですよね。うん、まあ、そうですね。よし、次行こう。すみません、長くなっちゃった。うん、でも綺麗にしていればじゃあ、それはね、その綺麗、その結婚相談所の人が言った綺麗は、うん、飛び抜けて綺麗です。あの普通の綺麗じゃないです。普通の綺麗は普通なんですよ。飛び抜けて綺麗な人は何歳でも結婚できる。飛び抜けて綺麗、そう、なんかメインに泊まる5人中3、4人が振り返るみたいな人は何歳でも結婚できるけど、うんうんうん、まあ普通の人が綺麗にしてるぐらいだったら、まあ頑張らないと難しいっていう。頑張ればできます。頑張れば誰でもできる、うんうん、実は。なるほど、大変だけどね。じゃあ質問コーナーに行きたいと思います。行きましょう、質問コーナー。はい、うん、この質問コーナーでは博士が SNS 上に投稿された質問などにお答えしていただくというものになっておりまして、うん、はい、こちらで質問に答えていたもらいたい方はぜひ先ほどの宣伝しましたけれども、グッドユー博士 SNS 9月15日で検索してみてください。そうです、はい、では早速参りたいと思います。ミルさんからいただきました。ありがとうございます。現在婚活中で気になる人がいるので質問させてください。はい、現在3回デートをした相手がおり、うん、あちらからの誘いばかりで脈ありと思っていましたが、はい、3回目のデートの後連絡が途絶えました。はい、連絡すれば返事は何通かあります。うん、この場合、うん、1って書いてないけど、とりあえず分かりやすく1、うん、仕事が忙しく恋愛どころではなくなった、はい、2、思ったような人ではないと感じた、だが、あ、失礼しました、うん、思ったような人ではないと感じた、で2番だと私は思っています。分かりますこれ。はいはいはい、1番は仕事が忙しくてもう本当に恋愛どころじゃないと、はい、で2番目は思ったような人じゃないって思われた、でミルさんは2かなと、そう、2番目の思ったような人じゃなかったなって感じたのかなと思ってますと。でこういう状況では、はい、こちらから数通の LINE をして反応を見るか、はい、ティッピングポイントを待つしかないと思っています。はい、これ正しいでしょうか。ちなみに出会い活動は他にも続けてますけど、はい、これどう思います。うーん、3回デートした。3回デートしたんですよ。いや、どこまで、あ、本当にあちらからの誘いばかりだったんですよ。あ、なんか私思ったのが、はい、その彼のステータスを知りたい。なんかどういう人なのかな。じゃあ1個設定してください。なんかすっごいチャレ感の人だったら、3回デートして、なんか脈なさそうだなと思って、あ、やれないとかね。そうそうそう、うん、で、あ、ちょっとこれ遊び相手にはいかないかな、うん、投資できないみたいな、なんか、うん、こいつなんかこう軽そうじゃないな、うん、こいつ本気で結婚考えちゃってんじゃん、あ、そうそうそう、なんか重いかなみたいな、うん、でじゃあ一方真面目な人だったら、真面目な人だったら本当に忙しいか、あ、それすごくいいですね。その合ってます、合ってるというか、合ってます、合ってますというか、うん、こういう質問が来た時にそういうふうな
小須田さんのような質問を返せる人って、うん、分かってる人というか。本当ですか？その褒めてたんで嬉しい。そうそう、でもそうしないとだって答えはないもん。よかった、博士の本いっぱい読んで。ありがとうございます。そう、あのね、そうなんですよ。これだから要は、はい、で、まあ、答え方にとしては、はい、あの相手によって違いますよ、答えは。いや、違う、ね、うん、うん、それともう一個、例えばすごく真面目な人だとしても、はい、見えたとしても、こいつは本気で結婚考えちゃってるんだっていうこともあり得ると思うんですよ。じゃあここでは全然実は見えないんですよね。そう、これだけだとちょっと分かんないな。 それにこの状態にもしミルさんが 、うん、僕がミルさんだとしてこの状態だとしても、うん、僕も分かんないかもしれない。うん、分かります。で、そう、そこで決めないことが重要で、うん、でこういう状況ではこちらからスーツの LINE をして反応を見るか、うん、でもスーツの LINE をしてますもん。連絡すれば返事は何つかありますって書いてあるので、ね、ティッピングポイントを待つしかないと思ってます。ティッピングポイントって分かります？あの支障落とし的なそうカタンっていうやつですね。そうそう、彼が、まあ、例えば他の女とかに遊び飽きて戻ってくる時とか、うん、あるいは仕事が落ち着いた時みたいな時にまた急にミルさんのことを、うん、女性としてあるいは結婚相手として見るかもしれないってことですよね、うん、でそれを待つのでしょうかと。でこれ婚活中なんですね、うん、ミルさんは、うん、婚活中ってこういうふうな一人の男性にそこまで集中しちゃダメなんですよ、うん、もうこの人は、連絡がなくなった時点で、うん、放っておくがいいんですよ。もう何ですかな、うん、サブ、その何ていうの、重要なプールの外にあるサブプールっていうのがサブプールに1個ランク下げしなきゃダメなんですよ。分かりやすい。もっとドライに、うん、婚活すべきだと。で何をすべきかというとそういうような方針にしながらも、放っておくんですよ。私すごい言いたいことあるんですけど、うん、はい、いいですか？どうぞ。このミルさんが陥ってる状況、うん、私何度も何度も何度も経験したんですよ。あ、うん、知りたい。めっちゃわかると思って、まずすごいこの辛い気持ちがわかるなっていうことと、うんうん、あとこの思ったような人ではないと感じたと私は思っていますとおっしゃってるんですが、うん、この思ったような人ではないっていうのはあの女性はよく陥りがちだと思うんですけど、うん、なんか自分に価値がなかったのかなみたいな。はい、わかります、わかります、わかります。私が価値のない女なんじゃないかとか、うん、責めちゃうというか。そう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 、なんかこいつ可愛いと思って、なんかちょっと食事行ったけど、うん、なんかそうでもないかなみたいな、うん、例えば会話つまんないとかね。そうそうそう、なんかこう自分にマイナスポイントがあったから、うん、そのなんていうかな、デートのあと連絡が途絶えたと思いがちなんですけど、うん、違う、うん、声を大にしていたい、うん、違う。それはね、ミルさんは悪くない。それはわかる、それはね、うん、よくわかる。これで自信を失っちゃう人多くないですか？おいおい、それね、就活にも似てるよね。似てるですね。ただ僕その就職活動したこともあるし、はい、あの面接をする側だったこともあるんですよ、うん、で就活に落ちたりするとやっぱすごい辛いんですよ、うん、自分がダメだったんじゃないかとか。でもあの就活受けてる側から言わせると、うん、ただ会社にその、例えば A さんをすでに受からしちゃったんで、うん、A さんと同じタイプの B さんはいらないっていうことだけだったりするんですよ、うん、分かります、はい、だから別にこの B さんがダメだったってことじゃないんですよね、うん、だからそう、あのミルさんがダメだったってことじゃなく、うん、例えば彼と会わなかっただけかもとかね。あるいは彼が遊び人で、そうまさに、あ、結婚を真剣に考えちゃってるんだ、じゃあいいやっていうだけかもしれない。そうそうそう、だからその落ちる必要ないってこと、ね、そうだからもう、うん、まあいろんなパターンあるよ ね、 あの でも地雷を踏んじゃってるパターンもあるんですよね。例えば、あなたが、まあ、正社員だから安心したとか言っちゃって、まあ、彼はもしかしたらその結婚活サイトでなっとことこの社員って書いたんだけど、うん、実はちょっと見栄を張っちゃったとかだったりするじゃないですか、はい、そうするともう、あ、俺がもうこの人の、結婚の範囲に入ってないんだと思って辞めちゃうこともあるんですよ、うん、まあいろいろあるんですよ、いろいろ、うん、まあ、反省はしてもいいけど、うん、なんだろう、自分の価値は低いとは思わないのでいいです、おっしゃる通り。そうね、なんでそれを言ったか実は根拠がありまして、うん、はい、私これと全く同じ状況に、うん、今の旦那と付き合う直前に陥りました、うん、ああ、そしてそうか、陥ったというのは3回ぐらいこうなんか例えばアプローチがあったけど連絡が途絶えてショックだったってこと、はいはい、そうです、うん、でもできたっていうこと。そうなんです。そうだよね。その男性とは全く何もなく、うん、別に会話の関係とかなかったんですけど、うん、お食事とかに誘、はい、もううちに誘われて行ってとかだったんですよ、うんうん、で、あ、なんか面白い人だし、はい、ちょっと好きだったんですけど、はい、
確かにね、突然途絶えまして。ああそうね、何があったか全然わかんないですよ。そうそう、それでいいと思う。うんうん、素晴らしい。なので、うん、